電気1個つけるの忘れてたね。眩しい。うわ眩しい、皆さんどうもこんにちは。バスズリお兄さん、高島むさホルモンです。多分この一つ前の動画になっていると思うんですけども、5月6月アフターの時期にどういう釣りをおすすめします、逆にこういう釣りを絶対にやんない方がいいですっていう話をしたんですけど、その話にも半分関わってくるんですけど、この時期あたりから特に使用頻度が増えるスピナーベイト、僕がこの動画で言いたいことズバリ何かといえば、スピナーベイトにはグラスロッドがいいですよっていうお話をしようかと思います。ぶっちゃけ、こんな話をすると過激派の人から攻撃される可能性もかなり高いんですけども、僕のね持論、絶対にスピナーベイトにはグラスロッドがいいですよっていう話をしていこうと思います。では本編へゴー。というわけで改めまして、バス釣りお兄さん高島むさホルモンです。ではそんな覚悟を持って配信する内容であるスピナーベイトにグラスロッドはいいよっていう話なんですけど、皆さんまずスピナーベイトってどういうロッド使ってますか。ちょっと前にジャークベイトのロッドの話をちらっとしたんですけど、まあ、ジャークベイトのロッドは宗教であると、だからうかつに踏み込めないみたいな話をしたんですけど、スピナーベイトもまあまあその気があるやつだと思ってて、まずねキンキンの超高感度で曲がらない竿でやる人、もしくは曲がるちょっと弱めで先調子の、まあ、ML とか M の若干柔らかい7フィート前後の竿でやる人、この2択が一番多いかなと思います。今実際に見てる人も、あそうそう自分もそっち派っていう人が多いと思うんですよ。僕も実際今グラスロッドになってるけど、その前はやはりキンとしたカーボンロッドを使ってました。スピナーベイトって僕もともと結構好きなルアーで、今はクランクが一番好きですけど、クランクを好きになる前はスピナーベイトが主軸の釣りだったんで、まあその中でなんかこうニアミスとかもありながらいろいろ試して、6号のテムジンコブラから始まり、もっと曲がらない竿がいいかなと思ってグランドコブラ GT で使ってみたり、やっぱりもっと先調子がいいかなと思ってエクスプローラーにしてみたりで、挙句いややっぱりコブラかなでテムジンコブラにもう一回戻ったりとか、紆余曲折今まで歩んできたんですけど、その中で常に解決しなかった問題が一個あって、それがバラシなんですよ。スピナーベイトに対して確かにあのルアーはよくバレるっていうイメージを持ってる人は、僕がこれから話す内容を一回鵜呑みにしてもらって真似したら、ひょっとするとイメージも世界観も何もかも変わるかもしれません。じゃあそのバラシの話からしていこうと思うんですけど、確かにおかっぱりであれば、スピナーベイトのバラシってさほど気にならないんですよね。そんなにバラさない、バラしたとしても他のルアーと同じ比率、なんか特別スピナーベイトがバレるっていうことは僕は思ってなかったんですけど、それが大きく変わったのはボートの釣りを始めてからなんですね。ボートに乗りました。でいつも通りカーボンのキンキンのカーボンロッドでスピナーベイトを巻いています。魚をかけました。何が起こるかって言ったらめちゃめちゃバレたんですよ。使っているのは共通して2分の1オンスクラスのスピナーベイト、僕が使うスピナーベイトって結構絞ってるんで D ゾーンかクリスタル S で、たまにジャッカルのドーン、この3つで、まあ、ほとんどクリスタル S と D ゾーンなんですけど、おかしいぞ、明らかにおかっぱりよりバレる、これは何っていうところがめちゃめちゃ気になりました。バレるんだったらアシストフックをつければいいじゃないかって言う人いると思うんですけど、僕は絶対に何かこう特別な理由がなければ、まあ、これはスローロールで使う時も含みません、ね、だから結局ヘビースピナーベイトとかも入ってくるんですけど、アシストフックをつけるっていうことは基本的にありません。ボリュームベイトは違います。ボリュームベイトではつけますけど、普通の使い方をするスピナーベイトでアシストフックをつけることっていうのはまずなくて、じゃあこれは何でっていうと、スピナーベイトの良さ強みである結構ごちゃごちゃしたところにもポンと入れて、無事に帰ってくる回避能力の高さをアシストフックが消してしまうからなんですね。ちょっとトリプルフックついたものじゃ入れらんないよねあそこっ
ていうところであったりとか、チャーターだと根掛かりするよねっていうところでも、あのワイヤー自体が枝であったりとか、ちょっと柔らかめの草であったりとか、そういうのも弾いてくれるんで、スピナーベイトは入れられるんですね。だからこそ岩盤でもそのまま使えて、立ち木でもそのまま使えて、ベジテーションカバーの中にも入れていけるっていう、とにかく根掛かり回避能力が強いスピナーベイトに対して、スカートで守られていない、で何かに当たってコロンって横になってしまった時にしっかり木に対して刺さる体勢が取れてしまうアシストフックっていうのは基本的に僕は邪魔でしかないと思ってるんで、普通の使い方をするスピナーベイトではまず使いません。そんな中、ボートでのスピナーベイトのバラシっていうのは相変わらず悩んでたんですけども、ある日ボートとおかっぱりで、じゃあ何が違うんだろうと、やってることは一緒、投げてるものも一緒、タックルバランスも一緒、じゃあなんでこんなにボートだけバレるんってなった時に、ボートとおかっぱりの決定的な違いにある日気づきました。何だと思いますか？ズバリ、地に足がついてるかついてないか。突然何をそんな当たり前のことを言うとるんやって思うかもしれないんですけど、これかなり実は大事な話で、おかっぱりであれば僕らの足っていうのは地についてるんです。そうするとやはり踏ん張りが効く、でちゃんとブレーキがかかってるようで、しっかりとファイト中もバスに対して常にテンションがかけられてる状態にちゃんとなってるんですね。それに対してボートの場合、地に足といっても足がついているのはボートです。しかも巻物なんで1とか2のスピードで動きながら打ってることが多い。しかも動いてる先っていうのはバスからしたら食ってる方向に対してボートが動いている。だからこそフッキングも決まらないし、フッキングした後のファイトの時もカーボンロッタだとバスにテンションがかからないまま暴れてしまうんで、それがバラシの原因になる。要は薄がかりの原因になってしまうっていうところにある日突然気づきました。まあこれはあのバキをね見てて気づいたんですけど、ボクシングにおける足技っていう話をしてる時に、ボクシングに足技はないと言われているが、実は強いボクサーは地面を蹴ることによって腕からの力が相手に伝わっているっていう話をしてて、あ、そういうことか。おかっぱりはちゃんとその状況が自然と作られているのに対して、ボートはそこがやろうと思ってもできないんだっていうところが発見だったわけです。じゃあまあちょっとここまで前置きが長くなってしまったんですけど、僕の中でそのひらめきがあった時に、じゃあそれを解決したい、でアシストフックをつけるっていう方法は絶対にしたくないってなった時に、解決策として完成したのがグラスロットです。まあその時にはもともとクランクでグラスロットを使っていたので、特別新しいものは買わずに、オセロットから始めて、今はサーバルとオセロット半々ぐらいで使ってるんですけど、その時試しに足元に転がっていたクランク用のオセロット、それをスピナーベで使ったら、まあ不思議なことが起こって、まずバラさなくなった。で取り込んだバスの口を見ても、唇の分厚いところと、骨の硬いところの間の皮膜、あそこを高確率で貫いてるんですよね。カーボンロッドだと唇の薄いところにかかっちゃったりとか、骨のところでフッキングができずになんとか上がってきたみたいなバスがそれまではあったんですけど、それがマジでほとんどない。いや、カーボンじゃなくてグラスだったんかってその時思いました。ただね、この話を解説するのには一つ大きな条件というか、僕の考えている基盤になっていて、これも皆さんにお話ししたいんですけども、ルアー釣りにおいてガシッとフッキングをかました瞬間に、バスの口の中でフッキングは僕は完成していないと思ってます。っていうと、それはお前のタックルが悪いからだとか、そういうことを言う人がいると思うんですけども、ある程度距離がある、でその中でバシッと合わせた距離、たかだか50センチとか、あっても1メートルとか、そのぐらいです。この範囲においてシングルフックだろうがトリプルフックだろうが、その瞬間バスの口を貫いているっていうことは基本的には僕はないと思ってます。じゃあいつフックが貫通してこういうフックの形がちゃんと生きるようになってるのっていうのは、バスが暴れている時だと思ってるんですよね。フッキングをかましたこの瞬間、ルアーがバスの口の中に残る、残るだけ残って、でグリ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 っとテンションかけて、竿が常に曲がってる状態で魚が暴れることによって、口の中に残ったルアーがこうバスの横の動きに合わせて動き回ると
針先が刺さった状態でこうやって動くんで、徐々に徐々にその穴が広がっていって、最終的にそれが貫通するスピードあると思いますよ。バスがかかった瞬間に暴れてグッと入る時もあるし、2秒3秒かかっちゃう時もあると思うんですけど、これは実験をしたこともあって、僕はジギングもするんで、ジギングってやはり深さもあるし、ついてるジグが重いっていうこともあって、シングルフックを使ってるにもかかわらず結構やっぱりバレちゃうんですよね。これなんでかなと思って、ブリの口に見立てた段ボールに PE の3号を直結して、シングルフックをほんの針先だけかけた状態でバチッって合わせる実験を何回かしました。結果バチッって引っ張ったインパクトの瞬間っていうのはやっぱりどう頑張っても貫通しないんです。 PE の3号を使ってですよ。じゃあ結局どのタイミングでそれが貫通したかっていうと、こっちでグリ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 したりとか、段ボールを持ってもらってる人にグリ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 ちょっと動かしてもらったりとか、そうしているうちにフックがちゃんと貫通して、はいフッキングしましたねっていう状態にようやく持ってこれたんです。 PE の3号っていう伸びないラインを使って、たかだか10メートルも離れてないです、5、6メートルの距離で、それでもかかんないんで、フロロの12ポンド14ポンドを使うバス釣りで距離があって、しかも横に動いてることが多いルアーに対してバスが横から食ってる状態でバチンっていうフッキングのインパクトではまずかかってることはないと僕は確信しました。まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、なので必要なのはバスがルアーを加えて浅掛かりした状態で、バスの重さが常に一定レベル以上乗せたまんまバスが暴れてくれるっていうタックル環境がどうしても必要だったわけですよね。この話をするとグラスロッドを使ってかつクランクをしてる人だと、あ、それってクランクの理論そのまんまだよねっていうふうに気づくと思います。まさにそれなんですよね。で実際試したらやはりバラシは激減しました。ほぼバラしてない。なのでこの話っていうのはかなり自信を持っておすすめします。カーボンロッドを使っていてスピナビのバラシに困ってる人、一回騙されたと思ってグラスロッドを使ってみてください。もう一個大事な点として、グラスロッドを使う利点みたいな話をするときに、グラスロッドは柔らかいからバスが吸い込んだ瞬間にもう一段深く入るっていうことを言う人がいます。僕はこれに関しては懐疑的で、完全に否定するわけではないんですけども、多分カーボンロッドを使っていてもグラスロッドを使っていてもそこには大きな差はないんじゃないかなと思ってる。なのであくまでバスの口の中にルアーが入るところまでは同じで、そこからが違う。で一番大事なのはそこからなんで、この部分が賄えるのはこと横に引いてくるルアー、またシングルフックトリプルフックに関わらず巻物に関してはやはりグラスなんじゃないかなと。まあ、正確には僕が使っているオセロットとかサーバルヘラクレスのツアープロシリーズか、あれは完全なグラスではなくてグラスコンポジットなんですけども、とにかくその辺が絶対に正解であると僕は思ってます。というわけで今日のお話、統括して言うと、バラシに困っている人、また困ってない人、スピナーベのタックル今までカーボンしか使ったことない人の中でもし、何か悩みを抱えているのであれば、僕は圧倒的にグラスロットまたグラスコンポジットロットをおすすめします。マジでバラさないし超快適です。まあ、何かこう質問があればコメントなりなんなりください。その都度答えさせていただきます。というわけでバス釣りお兄さん高島ムサホルモンでした。よろしければチャンネル登録また高評価をよろしくお願いします。では。